ミルク坂上井上までございます。ノーミルク佐藤です。さあ先生、今日ですけれども、はい、うん、ちょっとね、はい、プレミアの、うん、まあ、前半戦というか、はい、ちょっと振り返っていこうと思うわけですよ。おお、なるほどなるほど。あの、うん、まあ、武藤選手、吉田選手がね、まあ、牽引してきたこのプレミアリーグですけど、はい、これから南野選手が、そうですね、リバプールに加入したということもあって、これからね、あの今まで J とかそれこそ日本人選手だけ追ってきたよって人も、はい、まあ、特にこのリバプール含めた上で見ていくことにもなるんじゃないかなと思うので、ここまでをちょっと振り返ってね、なるほど、いきたいなと思うわけでございます。お願いしたいですね。はい、はい、うん、もうちなみに言うと、はい、先日ですね、うん、リバプールが、シェフィールドユナイテッドと、ね、はい、試合があったんですよ、うん、はい、でその時に、うん、ベンチあるじゃないですか、はいはいはい、で普段 J リーグ見られてる方からしたらちょっとびっくりかもしれないけど、うん、プレミアリーグってある意味観客席の中にベンチがあるんですよ ね、 すね、埋まってるみたいな感じでね。そう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 、はい、で、最前列2列が、うん、まあまあそのベンチだとしたならば、はい、3列目にいわゆる控え選手たち、うん、いわゆるベンチに入れなかった選手たちが入るわけですよ、うんうん、もうね、匠南野いたんですよ。いたんですね、いるのかなと思いながら、ね、そう、もう次早ければ1月6日5日6日あたりからは出られるという状態になってくるので、うんうん、はい、まあダゾン含めてこう見られていく形になると思いますので、まあ、今までのねところ本当は改めてというか、はい、振り返っていければなと思っております、はい、まあ、最新説をね、うん、最新説第22節だったかな、それ21節か、ね、21節からちょっといろいろ振り返っていきたいなと思うんですけれども、はい、うん、まあ、最近で言ったらね、うん、ブライトン対チェルシーありましたね、まあ、ビッグシックスですよね。簡単のゲームでしたけども、うん、そうなんですよ、まあ、チェルシーね勝つかなみたいなところの、はい、まあ、レベル差っていう意味ではチェルシーの方がね、まあ、そうですね、そうそう、ある状態ではあったんですが、まあ、4位と14位ですからね。そうなんですよ、はい、で先に前半10分にアスピリクエタのゴールチェルシー先制してこのまま行くのかなと思ったら、はい、うん、まさかの、はい、まあ、アジア同じね、うん、日本、我々日本でところで言ったらアジア、はい、アリレザ・ジャハンバフシュ選手、イラン代表の選手ですね。ジャハンバフシュですね、の今季もプレミアナンバーワンになるかもしれないというスーパーバイシクルシュートが決まりまして、はいはいはい、鮮やかでしたね。そうなんです、しかもそれが84分、はい、まあもうね、ですね、言っちゃえばもう劇的、まあもうです、うん、まあ、それで決まって1-1で終わったという試合でございました、はい、うん、まあ、じゃあ、あれですよね、オランダで得点王だったんでね、じゃあそうなんですよね、はい、でその後ブライトンに移籍してきたもののちょっと怪我があったりだとか、うん、まあ、いろいろあってなかなか出れてなかったんですよ、はい、けど、まあ、最近この12月になって一気に台頭してきまして、うん、そうですね、ね、素晴らしい活躍を見せております、うん、というところでございます、うん、でちなみにで、はい、まあ、そんな感じの、ね、試合でもありましたけど、まあ、その他見てても、うん、バーンリーとアストンビラが、はい、ビラがね、うん、1対2で勝利して、ね、ついにちょっと降格圏から脱出かみたいなところですね。一応抜けてモーマスと順位が入れ替わってる状態になったりしてますし、はい、17位になりましたビラがね。そうです、うん、バーンリーは15位、はい、ここね、そしてあとは、うん、吉田麻也選手の所属するサウサンプトンとはい、はい、トッテナムがそうでした、ね、対戦して、サウサンプトンが勝利。そうなんですよね、トッテナム敗れる。そうなんですよ、うん、で今サウサンプトンのフォワードダニー・イングスという選手がいて、はい、彼がね本当に絶好調なんですよ、うん、このトッテナム戦でも決めたんですけど、はい、これでですね、ダニー・イングス21試合出場で13得点、ほうほうほう、今得点ランキングだと1位がジェイミー・バーディレスターですね、元岡崎の相棒ですね。綺麗ですけれども、彼が19試合で17ゴール決めていて、うん、ランキングトップなんですが、素晴らしいですね、2位に、はい、アーセナルのオーバメヤンとともに、うんうん、このダニー・イングスがいるという状態でおります、はい、27歳のフォワードでございます。そうだね、だからビッグシックス系がなかなかいなくて、うん、まあ、レスター、アーセナル、まあ、その次にサウサンプトンと来ているという状態になっています。でまあ、トッテナムもなかなか、まあ、まあ、勝った試合で、はい、勝った試合でもね、あの大量得点&複数失点なんてのも、ね、うん、序盤戦モーリーノ監督がね就任して以降結構ありましたけど、はい、なんか最近また勝ててない瞬間が訪れていると、うん、確かに、はい、うん、で続いて、ワトフォード対ウルブスですね、うん、はい、ワトフォード対ウルブスは、まあ、レッドカードも乱れ飛んでおりますね。そう、出た試合ではあったんですが、はい、まあ、ワトフォードがそのまま勝ちまして、うん、2-1。そうなんです、うん、先に2点、ね、取っていて、その後に1点ペトロネド選手に取られてしまったところがあったものの、その後に71分カバセレ選手がレッドカード、うん、これでウルブス行くかと思いきや、ワトフォードそのまま執念で逃げ切ると、はい、
というところで最下位脱出ということになりましたね、これはどことかね。そうなんですよね、うん、ちょっとねワトフォードちょっとね序盤戦はなかなか勝ててないというところがありましたが、はい、直近5試合で見ると3勝、1分け1敗ということで、はい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 、ちょっと調子が良き感じがしますね、はい、となっております、はい、ウルブスは調子が良くてね7位です。そうなんですよ。続いて、はい、マンチェスターシティ対エバートン、うん、こんな試合もありまして、はい、でその試合でもシティがまた勝ちまして、そうでした、まあ、少しでも少しでもね、リーワプールに対して追いつこうというところですね。ジェズスが2得点、はい、51分と58分ギュナンとリアド・マフレーズからのアシストでございました、うん、はい、でリシャルリソンがね追いつくとか追撃弾1点決めるものの、さすがにちょっと追いつくことができなかったと。好調マンシーは、3位ですね。3位ですね。やってまいりました。エバートンは11位と。エバートン一時期ちょっともしかしたら、うん、はい、危ないんじゃないか、残留危ないんじゃないかっていう順位にもいましたから、うん、ね、そう考えるとまあ戻ってきたという言い方が適してるんじゃないかなと思います。続いてウエストハム対ボーンマスでございます、はい、ウエストハム対ボーンマスは 4-0 と、うん、ハムが4点取りました、ね、ただ、はい、ボーンマスがちょっとなかなかうまくいかなくてボールポゼッションは 58% 持ってはいたんですが、はい、そもそもシュートが3本、まあ、持ってはいたけれどもそのままカウンター決められてというか、完全に押していたのがウェストハムということですね。そうですね、はい、マーク・ノーブルが前半で2点決めるなどちょっとなかなかないことではあるんですけど、あとはハラーですね。ハラーが前半25分に決めて、あとはフェリペ・アンデルソンが66分に決めて 4-0 でウエストハムが勝ったと、はいはい、うん、そんな試合でございました、はい、そしてウエストハムがこれで、残留圏のギリギリのちょっと上のところにいますけど、そうですね、はい、今20試合を終えたところで勝ち点22となってます、うん、ただこのウエストハムなんですが、うん、リバプールとの試合を12月にあるクラブワールドカップあったじゃないですか、はい、あの時にあまりにもちょっと試合が混んでるっていうので1試合延期になったんですよ、うん、なるほどなるほど。それがこのウエストハム戦なので、はあはあはあ、ウエストハムは20試合いわゆる1試合足りない状態でこの順位ですから、まあ、相手リバプールだからさすがにっていうのはあるかもしれないけど、うん、まあまあ勝つ可能性があるので、なるほどね、そう勝つとしたならば注意まで戻ってくると、はい、いうことになります。続いてニューカッスル対レスター、うん、はい、久しぶりに武藤義典選手が出場しまして、いやそうですね、スタメン出てましたね。スタメンただ、はい、うん、0-3 ということで、そうですね、レスターが強かったですね。やはりね上位にいますから、今レスター2位ですもんね。そうなんですよ、うん、でこれでしかもこの試合、はい、もうデータが半端じゃなくて、はいはい、ニューカッスルそもそもポゼッションを取らない、うん、相手にカウンターのチームですもんね。そうなんです、はい、とはいうものの、うん、ポゼッションが 23% あらま、あでパス数が分かりやすいんですけど、うん、ニューカッスル244本で、うん、レスターが833本、はいはいはい、ある意味1対4です。そうか、レスニューカッスルがほぼほぼ主勢にね回ってたと。1回パスするときにもレスター4回やってるって状態なので、うん、なるほど、しかもパスの成功率、うん、これが顕著なんですよ。ニューカッスルが 69% レスターが 90% ということで、はい、だからある意味本当カウンターで行こうとしてたものの、うん、まあ、レスター側からもそんなことはもう分かっとるんだと、はいはいはい、分かってるから他のも見せてみーぐらいの感じではありましたけど ね、うん、なかなかそれを打ち砕くことはできなかった。無投までねいいボールが入らない展開でしたね。そうなんですよ、うん、ちょっとこれはしょうがなかったのかなと思います、はいはい、続いて、うん、ノリッチ対クリスタルパレスですね、はい、こちらはスコア1対1のドローになりました、うん、はい、ノリッチ序盤はちょっと調子良かったところはあったですが、うん、直近5試合でも3分け2敗と勝利から見放されてしまっている状況になります、はいはいはい、対するクリスタルパレスは、ね、そうなんですよ、うん、クリスタルパレスはなんだか調子良くて、うん、で今ですね、そうなんだよね、21試合終わった段階で7勝7分け7敗と、うん、なんかちょっとラッキーセブンだ、ラッキーセブンがそうなってる、ね、28ポイントの9位です、はい、うん、になっております、うん、で続いてアーセナル対マンチェスターユナイテッド、はい、うん、これ注目を集めましたけど ね注目を集めるカード で、うん、でアルテタ体制2試合目かな、はい、になったんですが、まあ、ニコラ・ペペのゴールで幸先よく先制した後、ね、うん、データ的に言うとそんなに遜色なくて、はいはい、だいたいシュート数的にも10本、枠内にも4本、はいはい、支配率もだいたい 50% ぐらいだったんで、はい、そんなに遜色ないところでしたけど、うん、まあ、決定機を、ね、しっかりと決めきったアーセナルが、はい、まあ、逃げ切ったという、うん、試合でございました。アーセナルはこう久々の勝利といいますか、そうなんですよ、ね、ちょっとなかなかと、ね、勝つことできなかったんですが、久々に勝利を挙げて10位に
戻ってきました。でしかも、はい、あのこの説はこれ見ていただければ分かりますが、チェルシー4位のチェルシーが登録、はい、で5位になったマンチェスターユナイテッドが負け、6位トッテナムも負け、7位ウルブスも負け、8位シェフィールドユナイテッドも次に話しますが負け、上位陣がね、そう9位クリスタルパレスがドローということで、アーセナルがまあ射程圏内に入ったというのは言えるかもしれません。なるほどなるほど、はい、でラスト、はい、まあね、それこそここが皆さん気になるところと、はい、リバプール対シェフィールドユナイテッドですが、はい、リバプールが勝ったと、いうことで、まあ、まあ堂々の首位ですしね、リバプールはまだ負けてない。さあ、うん、ここに持ってくるために今までいろんな話をね、うん、他の試合の話をしてきたんですが、おー、なるほど。さて皆さん、はい、まあさん、はい、今から、ええ、ミルワカクイズ。ありがとうございます。どどどどバホバホ、何でしょう、リバプールがリーグ戦で負けたのは、うん、一体いつの話でしょうか、はい、いつの話でしょうか、はい、今シーズンはまだ負けてませんから、負けてません、リーグ戦ではね、はい、昨シーズン終盤ってことになりますか。そうかもしれませんね、もう日付を言っちゃってください。日付、ちなみに我々が今収録しているのは、2020年の1月3日です。さあマーさん、最後にリバプールが負けたのはいつだ。いつ、分かんない。2019年の1月3日、あ、ちょうど1年前。1年、へえ。しかも対戦相手は、はいはい、マンチェスターシティの一敗だけってこと。1敗だけだから2019年、はあ、マンチェスターシティが優勝したんですよね、去年はね、リーグ戦は。そうです。 CL はリバプールは勝ちましたけど。そうなんです。え、それしか負けてないのに優勝できなかったの、リバプール。はい、リーグ戦で、はい、え、1敗しかしてないの。まあ、まあ、もう1個負けたけど、あ、確かね、あの、そっか、そんなだったね、確かね。そうなんですよ。なんかもう一番成績の良かった準優勝チームなんでね、歴代。そうなんですよ。もちろん優勝チームは一番今までで歴代ね、まあね、履修正が良かったマンチェスターシティと。そうで、歴代最高がですね、はあ、あのシーズンの、はあ、歴代最高 の、はあ、あの1試合平均勝ち点って、はいはい、2.63 っていう数値があるんですよ、プレミアリーグで。はい、で、この1年間、うん、この1年間ですよ、うん、この2019年内、はい、でリバプールがリーグ戦で、得た勝ち点の平均、うん、1試合平均勝ち点は 2.73、はい、もう別格です。すごいね。優勝っちゃ優勝なんですけど、うん、プレミアの史上におそらく残るというか、まあそれはそうですよ だよね。今シーズンだけ見ても分け1なので、うん、あ、分け1全勝ってことでしょ。そうですね、今年だけ見ても。あ、であと去年は、ま、ちょっと負けちゃってるもんね、今回ね。そうですね、うん、でいわゆる2018-19シーズンのいわゆる最後、はいはい、2019年の1月からまあ5月くらいのリーグ戦見ても、うん、まあ、負けたのそれぐらい、あとずっと勝ってるようなもんなんで、うん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 、まあまあ、もうこれをしのぐ記録って言われたら本当に1年間1試合も負けないぐらいのことしかありえないんですよね。盤石のクロップリバプール対戦になってきたということですよね。に、うん、匠南野が入るんです。いや、そうですね、はい、でこれからチャンピオンズリーグもね、もう続いていきますし。そうですね、いっぱい出番はあるんじゃないかななんて思っておりますし、ね、はい、でしかもシェフィールド戦でまあ勝って、うん、と言いますが、先ほどあのウエストハムで1試合まだ足りないんだよって話したと思うんですけど、結局リバプールが足りてない状態なので、今1位リバプール19勝1分けで勝ち点58、2位レスターが今45なので勝ち点差13離れてるんですよ。2位がレスターなんですよね、シティを挟んで。そうなんです。だからリバプールはもしウエストハム戦に勝つとなれば、うん、勝ち点が61、うん、すなわち現段階で2位レスター相手に16勝ち点差開いてるんです、はいはいはい、これって要は、うん、5試合分は軽くリードがある状態になっているんですよ ね、 そうですね、要はね、うん、だからこのままいくと30節ぐらいで優勝が決まるんですよ、うん、で30節何かって言われたら3月とか4月とかに決まっちゃいそうな感じというか、あと2ヶ月後にプレミアの優勝決まるかもしれません。すごいことですね、はい、はあ、でもちろん圧勝で独走中ということだね。そうなんですよ、うん、で今年のクロップはもちろんもう現状考えるともうプレミアリーグ優勝しない方がおかしいぐらいのレベルになってしまってるので、はい、まあ、もう彼らの、うん、特に主要メンバーとしてはまあ連覇、CL 連覇もね、そう、 CL 連覇というのは彼らの頭打ちには考えているところだろうと、うん、なってくるとリーグ戦はこれ以降個人的な記録かかってる人じゃ別として、うん、もういわゆる主要メンバーは、あー、なるほど、 CL の方に当てるんじゃないかと。そうなんですよ、うんうんうん、となると南野は、うん、リーグ戦にいっぱい出るんじゃないかな。そうですね、ほうほうほう、で逆でもしくはですけど、
だけど南野ってよく考えたら CL でリバプール相手に結果残したじゃないですか。確かに CL 男でもありますよね。と考えると、うんうん、超ビッグクラブ相手に南野がやっていくことになるんですね、うん、ってことは我々は、うん、まあそれこそ控え最初ぐらい控えだよって思うかもしれないけど、うん、控えだとしてもみんな出る状態にしかならないと思うので現状これを考えていくと、はいはい、だから南野匠のプレーをプレミアか CL どっちかでほぼ我々はもうずっと確認することができそうなんですよ。いやたまらないですね。たまらんですわ。ザルツブルクにいた時は活躍してレギュラーでしたけれどもあまりこうプレーを90分見れる機会はそんななかったわけですね。チャンピオンズリーグしかね、うん、見る術が我々の方にはなかったですから。見たら面白かったもんねあの活躍ぶりは ね。だからそれをしかもクロップの、はい、たまらんクロップの下で輝く日本人マネとサラーとフィルミーノの間で見れるという、ね、やれるんですよ。たまらんですよね、ダゾーンで見れるし、はい、しかもプレミアか CL だし対戦相手もすげえし、そうだよ、ね、そうなんです。これはもうヨーロッパ最前線世界最前線のクラブサッカーの真ん中に日本人がいると、はい、そうです。正真正銘これはでもすごい初のすごいことですね。一番テンションの上がる瞬間かもわからないです。そうですね、だからもしかしたらその瞬間、ね、いわゆるチャンピオンズリーグとかそのプレミアリーグをまあ超主要で、はいね、全超主要メンバーの中で活躍する日本人って、うんまあ、誰になるんだろうみたいな話とかもありましたし、はい、レスターでね、うん、岡崎選手取ったりだとかマンチェスター・ユナイテッドで香川選手取ったりもありましたけど、うんまあ、CL 取るはないですからね。いや本当ですよ、まあ、これほぼ取りますからねこれ ね。だから南の匠というのがこれ現れる可能性はあるぞと、世界中が注目する圧倒的なねこう注目試合のゴールを南野が取って、うん、みたいなことはでも十分にあるようなわけです ね。アタッカーですし、ちょっとそこに注目して、だから皆さん普段ね日本人選手を追ったりだとか、うんまあ J リーグが普段だよっていう方々もちょっとプレミアをそしてリバプールを追ってみませんかと。いやいやね、もちろんそのつもりだって方も ね多いでしょうけど、これダゾーンの加入者バンバン増えるんじゃないですかこれ。可能性はあると思うんですよ ね。いや CI で入った方を知ってますけどねつい最近、うん、やっぱ見たいでしょう。見たいでしょうこれは、ね、久しぶりにこの90分夜中目が離せない体験、ワールドカップでもユーロでもない、ね、そんな時にっていうね、はい、寝不足が続いちゃいますね先生。いや本当ですよ、ね、いや楽しみでございます。というわけでね、他のせっかくですからプレミアリーグの他の試合なんかもさらさらっとこうね、はい、さらっていけるコンテンツをミルクアカサッカーアカデミーで出していきたいと思ってますんでね。そうですね、でそろそろ、うんはい、あのまあ、今までこのキャッチアップっていうかもうさらってやってきましたけど、本当はね、うん、じゃあのしっかりとしたマッチアップっていう感じでやってますので、うん、まあそろそろ噛み合わせ表フォーメーションとね先生に振り返って、そうですね、まあいろいろ日程がバババってきてたんでね、そうなんですよ、キャッチアップという感じでやらせてもらってました最近ここ何回かはね、はい、でそろそろ戻るので、うんはい、まあ、マッチアップの方に、ね、マッチアップでやっていけたらいいんじゃないかなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします、はい、もう先生に教わってねもう20節迎えまして過ぎていますけどもね、だいぶそのビッグクラブ以外の選手もね覚えてきてます、うん、ちょっとずつですが。本当そうなんですよ、ね、ノリッチのプッキであるとか、ね、アストンビラのグリーリッシュであるとか、ね、いろんな魅力的な選手、ありがとうございます、ね、で一応こちらでも言っておきたいですが、はいはい、ありがたいことに本当に、まあ、皆さんのおかげもありまして、うんはい、我々ミルクサッカーアカデミーも2年目というか、うんはいはい、2020年をめでたく迎えることができるようになりました、はいうん、まあ、明けましておめでとうございます。こちらでも言っておきます。でね、うん、なんでそろそろもう一段階用語をうまいこといろいろ使っていこうかなと、はいうん、用語用語言葉言葉、はいはいはい、まあ、トランジションとか難しい言葉もあるとは思うんですけど、はいはい、なんかそれ以外にもなんかこんな感じでパス出してとかまだそんなに曖昧になってる言葉とかも結構あるじゃないですか、うん、はい、斜めにパス出してとか、うん、そこら辺とかもギュッてこう詰め込むワードいっぱいあるので、うん、そこら辺をこちらのプレミアのマッチアップの方でもお伝えしていければなと思います。なるほど。あとそれに伴うより用語解説まとめ動画とかもちょっと作っていこうと思いますね。楽しそうじゃないですか。なんかそれ見てあの用語わかんないよっていうことをお友達の方とかご家族の方とかにもそれで拡散いただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いします。わかりました、はい、そしてプレミアリーグのこれね先生順位表最後に見ますとこちらね、はい、やっぱり20試合もやりますと21試合もやりますと、うん、やっぱりビッグシックス系が浮き上がってきますね。浮き上がってはきますね。序盤はもうぐちゃぐちゃでしたけどもね。そうですね、でただやっぱりなんだどっかのチームそういうことやるとこう監督がとかってことで直してくるのが結局ビッグシックスでミスが、ね、修正入ってくるお金もあるしね。そうなんですよ、まあ、レスターが2位に食い込んでる以外はですね、まあ、ちょっとアーセナルがでも上がってきましたからね。上がってきましたね。そのぐらいですもんね。今回はビッグシックスにプラスしてレスター、はい、レスターですね、ウルブス、シェフィールド、クリスタルパレスが、はい、上に来ているよということになりますね。フィールドちょっと注目ですよね。注目ですね、うん、はい、
さあ後半戦どうなっていきますでしょうか。そしてリバプール南野にも大注目ということでございますのでね、はい、はい、以上でございました。またご覧ください。井上真央でございました。ノービル佐藤でした。ぜひチャンネル登録してお待ちください。そして月曜日の、ね、夜9時にはライブ配信やっております。劇場ライブは1月23日を予定しています。詳しくは概要欄ご覧ください。お願いします。プレミアディクトジャップ、先生ありがとうございました。